はい皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。仕事に行かれる方い行ってらっしゃい。仕事が終わった方はお疲れ様です。仕事がお休みの方はゆっくりしてください。というわけで日曜ラジオなんですけれども。えーね。まあ、病状の方は相変わらず良くなってはいませんが。まあ、ね。明日、どうなんですかね。 まあ調子良ければレビューの撮影したいと思いますが <laughs> まあねちょっとタイトルに「病気について」になってるかなんでそんな冷静なのかいつもってなってると思いますがなんでってまあ宮城にもね「なんでそんなに冷静なの?」「パニクらないの?」「ずっとずっと冷静なの?」って言われる。 ことがね、もうずっと続いてるし、他の人からも冷静すぎてムカつくって言われることもね、もう10日の含めてありますが、それを説明するには、病気の説明をするしかないので、病気についてになっちゃうんですが、理由はな、僕がこんなに冷静な理由は病気のおかげです。えー、最初に言っておきます。 どんな病気になってもいいと思いますが、えー、心臓病系にだけはならないことを僕は皆さんに願います。心臓だけは大事にしてください。まあねあのその理由がこれからわかると思いますがえーねなんな,なんて言えばいいんですかね。まあ病名は言いません。 えー、心臓だけで3つあります。で、細かい他の16から20歳までになった病気含めて細かいの入れると全部で13個僕は病気を抱えて生きていますが、うーん、まあ心臓もね、まあ3つとも電気系の病気なんですが、 まあ本来一つはアブレーションっていうねまあカテーテル入れて電気で焼いてっていうのをやれば治るはずだったんですがえ2回やっても治らなかったのでもうちょっと不明原因不明という感じなんですよね。なのでまあ一つはそれですけどしょうがないんですが。 まあ結局、まあ心臓病ということで、しかも電気系っていうことは、まあ除脈という脈が40とか40以下になったり、えー、気外収縮といって、まあ心臓病が、まあちょっと1秒以上止まると気絶しますけど、まあ心臓がポッポッとグッとグッとグッと言ってるのは、ドッ、ドッドッ、ドッ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  あの止まったように飛ぶことを言うんですが、まあ、これが、ね、長時間続くと気絶するんですがそれとかあと貧脈ですね、まあ、AF って言いますが、まあ、アプローチで検出してくれますが、まあ、心房細胞ですね AF と呼ばれるやつですがこれももう本当180とか190とか限界心拍数まで上がっていくのもあって普通はこれは、ね、アブレーションというのをすれば治るんですが 僕の場合は治らなかったのでなんでだろうってことになっております。うんでまあそれを薬でねなるべく抑えてるわけですけれども結局何が言いたいかというと、えー、心臓病になるとよくねドラマでね心臓病になったお父さんを、えー、娘さんとか子供が怒らせて「なんだー!」っつって怒った瞬間に「うっ,って言って倒れるじゃないですか。 あれです感情的になると、えー、心臓にもろい人間は影響が出て心拍数が上がったり血圧が上がったりしますなのでそういうことができなくなりますつまり感情を出せなくなるんですね、まあ、16歳から出せなくというかまあ16から19までは若いんでそれでも無茶するんでまあ大爆笑したり。 激怒したり喧嘩したりまあいろいろ無茶やって何度ももうね何百回って倒れましたけどまあそれで学んで結果的にまあ19から21までの間、まあ、入院をね延べ4年ぐらいしてるんですがあ19から21までに4年じゃないですよ16歳から今までで延べ4年入院してるんですけどまあ19から21まで半年かな。 まあ、ちょっとかなりきつい入院をして、治療をして、えー、感情をコントロールするのも身につけたので、まあ、それから、いつでも冷静だねって言われるようになってしまったんですが、そうならざるを得ないんですよね。まあ、何歳だったかな。年は生えたけど、トンネルズの番組見てて大爆笑して、 思わず大爆笑してしまってそのまま大発作を起こして救急車で運ばれたこともあります。なので大爆笑もで本気で笑うこともできないし本気で泣くこともできないし本気で悲しむこともできないし本気で怒ることもできないし、えー、できないんですよ何にも。本気で感情を出すことは心臓にもろにくるんで。なのでもう感情をコントロールコントロールするもう訓練を。 もう思いっきり1年ぐらい積んででもう感情をコントロールするのが癖になってしまったんで、まあ、常に冷静だとなので、まあ、配信とかでもそうですけど「ハイになってるのとか「笑ってるの」とかまあアンチとかに切れてるのとか全部演技です、えー、全く感情を出してないただの演技なんですよねあれはね 本当にあれ本気で感情を出してると発作を起こしてすぐ倒れるのでだから基本的に言っばふざけんなよとかあの「あはははは」って爆笑してんのとかあの全部演技ですはい本気ではやれませんやっちゃうともうすぐ発作を起こして倒れるのでなのでねまあ冷静にならざるを得ないんでまあ正直メリットもあります 冷静になることであの常に客観的に全ての物事を見て判断しているし、えー、何かに没頭して盲目になる例えば恋愛でもそうですけど恋は盲目と言いますけど好きな人にはまっちゃって何も見えなくなる他の人の意見も聞けなくなるでまあそれの最たるものがストーカーになっちゃうわけですけども僕は恋愛においても何においても同じなので。 常に客観的に自分を見るという癖がついてるのでまあ何かやっていてもこうやってラジオを撮っていても今本気で喋ってますが、えー、別の自分がまあ上の方から「ちゃんとやってっか」とか「何今喋ってんだそんなこと喋っていいのか」っていう客観的に見てる自分が常にいます。 これは自分に対してだけじゃなく他人に対しても物事に対してもビジネスに対してもまあ今こうんだろうやってることでも何でも全て第三者的客観的視点が存在しててそこから冷めた目で見てるのでまあそうやってね感情のコントロールをしだすとあのそういうものがついてくるんでこれはビジネスやったり生きていく上で。 武器にもなるんでメリットでもあるんですが、まあ、最悪ですね。だって本気で笑えないし、本気で泣けないし、本気で怒れないし、アンド僕はミュージシャンです。えー、本業はミュージシャンです。えー、一番長いですから、歴が。19歳からなんで、プロミ,プロミュージシャンは。まあ、ステージ上がって、 我を忘れて演奏するということができなくなりましたなのでそれなりにステージ楽しいですけど本気で思いっきり楽しかったっていうのはもうないです、えー、まあ中高、そうですね、無茶してた19ぐらいまでは本当に楽しかったですけどもう感情を完全にコントロールできるようになってからのステージは本当にあの楽しいですけど 心底楽しいかって言われると冷静に興奮しないで、えー、弾いているので、えー、そこまで楽しくないんですよね。なのでもう感情を出せなくなるとまあかなりの人生の部分の楽しみがなくなってしまうのでまあおすすめは絶対に僕みたいになったら終わりだと思っているので、えー、心臓だけは 病気にならないように気をつけてくださいと。もうね、エンジンだし、感情に直結している臓器なので、他は、例えば、な、ま、ん、あ、だろう。心臓以外の部分の病気だったら、無茶ができるんですよ。ね。もう、例えば、なんだろう。どこが悪いか分かんないですけど、どっかが悪かったとして、でも心臓は大丈夫だから、走れるとか、 登山ができるとか何か思いっきり泣けるとか思いっきり怒れるとか、まあ、それがね心臓やっちゃうと全部できなくなるんでなので変な話まあコンプラどうなるかわかんないですけどまあ僕の場合男性で、えっと、ノーマルなんでまあ女性とね致してる時ももうあれですよ19歳以降は16歳でなったあとはまあむしてましたけど。 まあ,あの19歳以降は常にいたしてる時でさえ普通はあのいたしてる時ってもうね自分の好きな女性とかともう本気に我を忘れてもう没頭してそういう行為をしてると思うんですが分かんないですけど女性の方は男性はそうだと思うそうじゃないと多分あの仲折れとかいろいろあると思うんですが。 え僕の場合はそういう時どんなに好きな女性が相手であろうが常に、えー、しながら、えー、っと心拍数をチェックしていますで心拍数があるこれは言いませんけど弱点になっちゃうんである一定の数値を1分間の、ね、心拍数ね超えないようにコントロールしながらしてますなので、えー、そんな楽しくないし あのなな充実感というかなんかねそれでもさえも冷静にやんなきゃいけないのでまあなんだかなっていう感じですね。まあ、そこまで全て冷静にしなきゃいけないのでまあ何があろうが慌てないし冷静だし常に客、まあ、その弊害というか副産物として弊害じゃないですね副産物として。 何が起ころうがどんな状況になろうが冷静に全てを分析して判断できるという武器が身についてしまったのでまあそれがね人によっては頭に来たりなんでそこまで冷静でいられるんだとか、まあ、妬まれたり羨ましがられたりしてきましたがそんなありがたいものではなく心臓病だったからなってしまったことです。 っていうことなんですよねなのでまあとりあえず日曜ラジオなんで、まあ、これをね詳しく語っていくとまあ本当に長いラジオになっちゃうんでとりあえずこのぐらいにしておきますがまあそれが結局心臓病が僕心臓病になったことがで今も治ってないことがでそれの治療の一環で 感情をコントロールするという訓練を1年間受けているので感情を出さなくなっているのでイコール心拍数を一定に保つということを訓練されていてそれをもうね30年以上40年近く実践しているので常に冷静ですという感じですね。 なのでまあこれがいいことなのか悪いことなのかわかりませんがせっかく身につけた能力なんでプラスに使おうと思って僕はずっとプラスに使って生きています。もうせっかく心臓病になったんだしそれでせっかく身につけたものはもう武器なので健常者の人にはできないことなのでなので、まあ、僕はそれを武器として健常者に負けないように生きてきて健常者より稼いだりいろいろしてきましたというお話でございます。 というわけで今日の一曲なんですが、えー、まだ決めてないんですけどもうねちょっと新新しく作ってる暇もなかったんでね、えー、とりあえず何か一曲かけます何かかけますこれから、えっと、このラジオのしゃべりが終わったら選んで一曲このあとかけますんでもうタイトルも分かんないです、えー、とりあえずかけますんで聴いてください はいというわけで何かかけた一曲いかがだったでしょうかちょっと曲の説明が決めてなかったんでできなくてすいませんちょうど喋れるあの体調に今一瞬戻ったんでこのラジオ撮ってるのでえー、曲決める前に喋、えー、り始めてしまったんで決めてなかったんで曲の説明はないですがまあ曲の感想でも書いてくれたら嬉しいです それではお久しぶりに、えー、お便りコーナー今日は2通読もうと思います。えー、ぜひ、えー、とお便りコーナーないと寂しいし喋、えー、るネタが考えるの大変なので、えー、今日のこの日曜ラジオの動画のコメント欄にも、えー、お便りコメントですって言って書いていただければこうやって採用していきますのでぜひバンバン書いてください。 僕への質問でも構いません何でもいいので書いてください。えー、まず、えー、うちの常連さんですね。えー、お届けみやびんでも2回行ってますし、えー、みやびともリアルで仲がいいメロンバーさんです。メロンちゃんです。えーっと、メロンちゃんのお便り、えーっと、街頭部分だけ読ませていただけます。えー、 お便りというほどのものではありませんがひもじののお気に入りの場所はどこですか例えば私は自分の部屋と温泉宿の露天風呂ですかっこ悪いっていうわけでお気に入りの場所、えー、まあ僕も基本自分の部屋っすね、まあ、基本それだけっすねまあお気に入りになれる条件が タバコを吸吸いいたい時に吸える場所つまり自分の部屋です。それしかないんで、吸いたいときに吸える場所が。えー、なので、えー、お気に入りの場所は自分の部屋です。まあ、それう意味以外でお気に入りの場所ってなると、まあ、長崎住んでた時の、えー、家の、 家から30秒でで海だったんですけど、まあ、防波堤というか堤防わかんないですけどちょっと高くなってるところに、まあ、座って、まあ、朝起きて薬飲んで薬聞いて、えー、散歩がてら家から出て30秒1分歩いて海のその岸壁みたいなとこ行って座って海を見ながらタバコ吸って。 てるのがとても毎日気持ちよかったんでそこもお気に入りの場所ですあとはねまあレースやってたんでまあレースの帰り大体いい西ですねえネ、ー、があった時は山口県の峰、えー、それがなくなった後は大分県のオートポリスあと岡山国際あと鈴鹿ですねこのレースの時とテスト のの時の帰りは必ず東名高速第二東名ではなくて旧の方ですね東名高速を使って帰ってくるんで日本平を過ぎた後あたりから、えー、突然夜はあの突然すさもこの間ね城に初めて見せて城が起きてたんで奇跡的に車の中で「こっからの景色見てみー」って言って、えー、見てもらったら「すご!」とかって言ってたんですけど、うん、あの。 すごい夜景が山がバッて開けてあの裾野から町から山に向かってもうあのー、町の明かりがブワーって突然広がるところが一箇所だけあのー、東名から東京に向かってる帰ってる時日本平過ぎたあたりぐらいで出てくるんですが。 そこがねもう毎回見ると綺麗だしああ帰ってきたなあって思うのでそこの場所というかそこの景色その景色が見れる位置場所がお気に入りですはいそんな感じですかねあとは別にお気に入りの場所はないですねまあ一番お気に入りは自分の部屋ですねでまあ僕は基本的にあの湯船一人では入れないので えー、入ってると発作を起こした時に、えー、そのまま気絶すると溺れて死ぬんで、えー、お妻さんとか人と一緒じゃないと入れないし基本風呂入ると発作を起こすんで風呂って湯船の方ですねシャワーとかは平気でシャワー人生ですなので温泉とかも、まあ、家族風呂でお妻さんとかと一緒に入れる温泉以外は入れないんでもうここ10年以上。 湯船入ってないですがもう家でもねお妻さんがもう本当看護師の仕事が忙しくて、えー、僕と生活パターンが違うので僕がお風呂入る時間にはもう爆睡してますんで起こして、えー、湯船入るから見ててとかいうわけにはいかないんでもうずっとシャワーですけど10年ぐらい。えー、まあ ね、健康だったらきっと温泉も好きだったんでしょうね露天風呂とかまあ湯船入りたいですけど死ぬ前にあともう一回ぐらい、えー、とりあえず10年ぐらい湯船入ってないです。はいというわけでお気に入りの場所は自分の部屋とさっき言った、えー、日本平過ぎた透明の夜景がきれいな場所と長崎市に住んでた時の、えー、家の近くの海の岸壁み,岸壁じゃ岸壁みたいなところに座って。 海見ながらタバコ吸ってるところの場所がお気に入りです。えー、それでは次。えー、いつもコメントいただいております。原田誠一郎さんからのコメントです。えー、いつも二人ともカジュアルだけどおしゃですね。私は神戸という中都市に住んでます。音楽系のガジェットを購入できるところはもうなく、大阪ヨドバシも半年に一度ぐらい行きます。えー、もう還暦の。 G ですが「髪は雅さんより長く前髪は女性のようにカットしてましておしゃれが大好きです」「いつも思うのですが大阪に帰ってくると神戸の人はおしゃれな人が多いです」「東京ならどこの人がおしゃれなのでしょうか日曜ラジオで語ってもらえませんか?」というわけでまあ「東京ならどこの人」っていうのはないですね。 まあどの町例えばまあ東京で一群と呼ばれている、えー、町というか区ですね。区で言えば世田谷区目黒区渋谷区区区目黒渋だと思いますえ田舎の人は港区だと思ってるでしょうが、えー、入りません。えー、古くからの東京生まれ育ち移民じゃない。 東京親も東京で生まれ育ってる人たち先祖代々東京の人たちがえー、まあそこは別格だなと思ってる一軍な地域は今言った世田谷区目黒区渋谷区ですはい新宿区は二軍になりますなぜかというとまあ僕はえー、っとね高校受験の時まだ 学生だったんで僕が行ける都立高校は新宿区の人えー、まあ都立駒場ですけど駒場に行けた人はまあ都立駒場えー、っと都立新宿ええー、都立広尾通あれ広い行けたんだっけ行けたよね都立青山都立富山あと行政あとまあいろいろありますけどそんぐらいっすけどねそこに行ける人は新宿区 世田谷区目黒区渋谷区、区、区目黒渋だったんですよここの区の人しか行けない学区の高校が今言った高校でまあ僕は先生からは富山行けって言われたんですけどまあ富山新宿って見てって、えー、まず、えー、女,女子の数が少なかったんで却下で最終的に青山か 駒場かっってなったんですけどまああれですね学歴的に青山行った方が青山の方がまだ駒場より若干上だったんでよかったんでしょうけどうーん駒場の学校説明会に行った時にすさまじく綺麗な先輩に案内されてしまって「ああもうこんな綺麗な人がいて元女子校で女子の方が多いんだったらここ」って言っても女子の数だけで駒場に決めたのでですけど話しとれましたが。 まあ、それでね、結局、新宿から駒場高校行くときに、新宿区以外の生徒って、っていうか、メインの生徒が、新宿から少なくて、新宿から行く人って、まあ、富山とか、都立新宿とか、そっち行っちゃうので、えー、まあね、あの、世田谷、目黒、渋谷区の人たちが、多数を占めておりまして、まず僕らは、 えー、学ランが中学学ランだったんで、まあ学ランにスニーカーだったんで、まあ不良は革靴履いてましたけど、まあとりあえず学ラン、まああと私服ですうちの高校は。えっ、ー、と標準服って言って、えー、と学ランありますが、まあ私服で行くときめんどくさいの時だけ着るみたいな,な女子はセーラー服で可愛かったんで、えー、制服着てる子多かったですけど、基本私服なんで都立は。まあ行ったときに、 えもうなんか当時ね昭和なんでねまあ僕ら昭和42年生まれなんでペニーローファーというのがえ流行ってましてペニーコインをローファーに入れた茶色いローファーすねまあそれローファーを履いてチェックのパンツとかえっとね履いた骨ンとか履いたおしゃれなでブレザー上着てるみたいなもうとても新宿区民には信じられない。 おしゃなあのね人たちが高校にいて「おおやっぱ違うわ新宿と」っていう,もう新宿がど田舎に感じるという東京都内の中でもヒエラルキーがあって23区内の中でもヒエラルキーがあるので,で田舎門の聖地は港区です覚えておいてくださいはい東京門の聖地は港区ではないですまあ渋谷区のだから小峠中とか小峠の、ね、中学校とか まあほんといろんなとこからの代々金持ちが来てる学校だったんでまあカルチャーショックでおしゃれだしみんな、まあ、そこでおしゃれというものを学んで、まあ、僕は IB えっとアメカジと走っていくわけですがまあねあのコップラだったかなのアウトサイダーっていう映画をね見てみんなで影響を受けてアメカジにハマってそこからチーマーというものが生まれていくわけですがへえね でもそういうのを経てなっているんですがまあとりあえず世田谷目黒渋谷区の人たちはおしゃれ本当のおしゃれが多いですねっていうかお上品ですねで街で言うと、えー、やっぱ若者学生さん中小中高までなのかなわかんないですけど、まあ、原宿はね原,中原宿中学今ないですけど まあ原中に同級生がいっぱいいっぱたんで高校のまあ、しょっちゅう遊びに行ってたし竹下通りに住んでるやつとか竹下通りに住んでるってみんな理解できないでしょうけどえっ、ー、とビル建ってるじゃないですか、えー、1階2階が店舗でで345が家だったりとかするんですよ実は一般の自宅だもビル持ってて、えー、例えば123階テナント貸してて456が あの自宅とかそういういいいい同級生がいっぱいいたんでまた下通りも同級生んち遊びに行ってしょっちゅう行ってましたがまあ小中高ぐらいのおしゃれに興味ある人たちは原宿行くんじゃないですかね低年齢の人たち。で次おしゃれに気使遣ってる人たちが集まってるのって表参道青山ら辺で。 でハイブランドが好きな人たちが集まってるのが銀座なんですけどインバウンドでちょっと柄悪くなったんで最近銀座も日本人減ってる気がしますがでオタクファッションだったら秋葉原あと分かんないですねみたいな感じじゃないですかね。なのでで、まあ、住んでる人が おしゃれで上品ってなるとやっぱ世田谷区目黒区渋谷区じゃないですかね、まあ、特に渋谷区はねもう日本一金持ちが住む町小塔がありますからね、まあ、そこにある小塔中学の出身の同級生もいましたしまあ原宿に中学があるっていうとええとか言われてたんですけど昔からもう今原宿中学なくなって子どもがね少なくなったんで外苑中もあるんで。 まあ原中亡くなっちゃいましたけどまあ原中の同級生とかもいて原宿によく友達に家遊びに行くんで原宿でも遊んでましたし、まあ、とにかく学校が渋谷と目黒区の境の駒場東大前池尻大橋のとこにあったんで、まあ、道玄坂まで歩いて行けたしまあ渋谷その辺あと渋谷自由が丘下北えー そうっすねその辺がメインの僕らの遊びまあ、中心的に遊んでたのは渋谷ですけどもう高校の時からはもう渋谷メインで遊んでてであとはたまに自由が丘とか二子玉えー、下北って感じだったんで新宿で遊ぶことはほぼ高校からなかったですね。なのでまあその辺がおしゃれな 地域だと思いますこれで答えになったでしょうかというわけで、えー、今日はお便りを2人分メロンバーさんと原田さんの読みましたがまあこうやってどんな話題でもいいので「えー、お便りコメントです」って書いてくれればどっかに、えー、ラジオのこの日曜ラジオのお便りコーナーで取り上げますので、えー、ぜひコメント欄にバンバン書いていただけると僕も助かりますというわけで。 えー、今日は病気について病気のおかげで、えー、冷静な僕が出来上がってしまったという話と、えー、なんかこの収録が終わった後に選んだ一曲を挟んでお便りコーナー2人分行きましたというわけでまた来週。